はい、コパムーンです。いやー、だんだん暑くなってきましたね。なので私今美味しいお蕎麦を求めて富士宮市内を走っております。井の頭小学校を通り過ぎてまだまだまっすぐ行きます。ここら辺はマスのつかみ取りができるとこが多いですね。そして夏の避暑地陣馬の滝を通り過ぎて少し走るとそろそろ着きます。ここです、ここです。左側にあります。はい、ここです、ここです。まだか。はい、到着。世界中の皆様、こんにちは、コパムーンです。おいす。今回ですけども、私、今ね、富士宮市の井の頭地区にいます。井の頭小学校を過ぎて、陣馬の滝を過ぎて、ちょっとね、上に上がったところにある、お蕎麦屋さんに今日は行こうかなと思っているんですけども、名前はね、三つ葉つつじの家というね、なんかね、店名の通り、県指定の天然記念物のね、なんか大きいつじの木があるみたいで、なんかお庭の方にもね、結構いろんな三つ葉つづじのね、木が植わってるそうなんで、今ね、ちょうどね、つづじの季節なんでね、ちょっとね、パッと見結構咲いてるのよね、つづじさんたちがね。で、ここで美味しいお蕎麦と、にじます料理が食べれるということなんでね、今日はちょっとね、それを食べに行ってきたいと思います。で、お店の方もね、なんか古民家で、築150年。っていうことでね、すっごい、雰囲気があっていいお店なんですけども、あとね、富士宮の名産のね、にじます料理も食べれるということなんでね、今日はちょっとそれを食べに行ってこようと思います。ちょっとね、お値段が張るみたいなんですけどもね。では、行きましょう。はい、さて行きましょう。嫁さんも今日はね、来てるからね、本当に食いしん坊だから。で、11時半オープンなんでね、今ちょうど11時半になったんで、結構ね、綺麗にお庭さんたちが、このね、赤いもみじさんも綺麗ですね。さあ、行こう。あれなんか。こちらがメニューです。実は富士宮市がニジマスの生産量全国1位らしいです。ここではニジマス丼が食べれるんです。ニジマスのイクラ丼が乗った親子丼が食べれます。自分で吸って食べるわさび丼もあるのです。悩みますね。そして定食やニジマスのフライ定食もあります。ドリンクメニューも豊富で、周りのおじさまたちは昼からお酒を飲んでいました。羨ましい。そしてあったかいそばもあります。28か田舎そば1000円、冷たいぶっかけそば28か田舎そば1000円もあります。ざるそばもありますよ。で、一品料理でございます。皆様はどれがお気に召しましたかね。うん、悩みますね。28そばと、はい、あの親子丼のやつ、はい、お願いします。はい、親子丼ね。はい、さあ、腹空いた。めちゃくちゃいいね、古民家。落ち着くわ、落ち着くわ。待ちます。こちら二人を先にお持ちします。お待たせしました。高そばです。こちらお皿お使いください。はい、失礼いたします。すいませんね、お世話になりました。またすぐお茶を持ってます。はい、お腹と肩のお仕事ね。
お昼から2400円の贅沢おそばいただきましょう。ちょっと細めの二八そば、美味しそうだ。さあ行きましょうか。通は何もつけないで食べるんだ。最近おそばを食べてるからってつぶてつがいたんですよ。まずはずずっとボディビルダーが塩をつけて食べていたから、その対抗だよね。何もつけないでこのレベルの高いおそば、やべえよ。香りがどーん。ネギちゃんも入れさせてもらって、おつゆをつけて、さあずずっと。なかなかコシが強い、味の強い、おいしいおそばじゃねえか。これはやべえぞ。結構コシあるよ、うん。これはたまらんおそばだ。すぐさまずずっと。うますぎて体が勝手に動いてしまう。ぐるぐるしそうかだ。これはやべえ、おそばに出会ってしまった。そこ行き、食欲が止まらなくなってきたじゃねえか。少し多めのおそばを取らさせてもらって、これをずずっと。おそばの香りが鼻に抜けて、まさに新緑の季節。うますぎて気持ちいい、斜め45度、これはやばい。さあみんなが気になっているニジマスの親子丼でございます。ドドンといくら多めで嬉しい。醤油を1周2周3周かけさせてもらって、さあこの分厚いニジマスさんの切り身だ、どうだ。これはガブリ、ブリブリの歯ごたえ、淡白だと思いきやいい感じに脂が乗って最高にうまいじゃねえか。ご飯が進むくん、これはやばい。出るか出るか、行くか、昇天。これはやべえ、丼に出会ってしまった。富士宮の山奥でしか食べれないニジマスの親子丼だ。こうなったら究極の親子丼を作るしかないじゃないか。お母さん切り身の上に子供のイクラちゃんを乗せるんだ。これが富士宮名物の日本一の親子丼だ。最高すぎる。これをガブリ。濃厚なイクラの味と切り身の脂が最高にマッチだ。究極の親子丼だ。これは絶頂。全部うまい。そうなんです、全部うまいんです。のど越しのいいおそば、そしてニジマスの親子丼、そしてこの古民家の雰囲気、何もかもが一級品です。キュンです。嫁さんのおそばを強奪しました。ありがとうございます。田舎そばです。ちょっと太めのおそばで食べ応えあって、こっちはこっちで好きかもしれません。あったかいおそばでほっこりします。お出汁が効いていて上品なおそばでした。おそばが長すぎて勝手に強制天空揚げをさせられてしまっております。この時満席なんですが、二八そばは売り切れと言っていたので、皆さんお早めに行ってみてください。さあこれが俺がやりたかったこと。ニジマスの上にイクラちゃんを乗せて、シソさんで巻き巻きするんだ。どうだ。これがニジマスの最終形態、ゴッドニジマスだ。これをガブリ。たまんねえじゃねえか。これは最高だ。ご飯が進む。うますすぎる。片目脂肪。うまくて片目当たった。うまくて片目。冗談はさておき、またもや嫁さんからニジマスフライを強奪。これをガブリ。揚げたことによってなお味が濃厚になって、これはうまいじゃないか。毎日食べても飽きないレベルだ。グッドポーズ出ちゃうんです。最後にわざとイクラちゃんだけ残したイクラ丼の完成だ。さあ楽しみにしていたイクラちゃん、口の中でプチプチ弾ける濃厚イクラ、うますぎて食欲が止まりません。はい、一つ残さず食べさせていただきます。はい、完食。さあ最後に残ったおそばさんたち、これが本家本元天空揚げからの長すぎるおそばをアナコンデスイー。残りのおそばもずずっと、おいしいおつゆもちょっと飲んじゃう。そば湯がなかったからこれで終わり。さあおいしいおそばの出会いに感謝いただきました。ごちそうさまでした。はい、食べてきました。いやー、よかったね。お蕎麦本当に美味しかったな。僕が頼んだのは二八蕎麦とニジマスの親子丼かな。いやー、よかった。食べれないよあんなニジマスの親子丼なんて。すごで、ニジマスもね、癖もなくてね、甘くて美味しいお刺身でした。で、イクラちゃんもね、プチプチと濃厚なね味して、すっごい美味しかった本当に。お蕎麦もね、意外にコシもあって、いや美味しかったな。お蕎麦の香りも
ね、十分して美味しかったな。嫁さんがね、田舎そばのあったかいやつとニジマスのフライかな。いや、美味しかった。美味しかった、美味しかった。田舎そばちょっと太い感じのお蕎麦なんだけど、いやー優しい味でしたね。フライも良かったね。まだね、知られてないお店なので、ちょっと皆さんね、気になった方は行ってみてください。でね、水曜木曜休みかなと第1第3火曜が休みだと書いてあったかな。インスタグラムがあるんで、コメント欄の方にインスタグラムのアカウント載せておくんで、ここの載せておくんで、気になる方はね、インスタグラムのをチェックしてね、定休日とかチェックしてみてください。いやー、今日結構ね、食べ終わった後ね、この庭園っていうのかな、見て回りましたけど、いや、ちょっとしたね、ちっちゃいテーマパークみたいな公園みたいで面白かったな。なんか向こうにわさび棚があったり、いやー、よかったな。で、ツツジさん、あの言ってた県指定の天然記念物かな、で樹齢600年だって、すごい。なんかね、台風の影響でなんか根元が腐っちゃって、そこから亀裂が入っちゃってなんて言って、もっとちょっとちっちゃくなっちゃったんだけど、ちょっと存在感はありましたね。いやー、昔の写真見たらね、すごかったよ。店内に貼ってあるんだけど、昔の写真見たらすっごい、もうこの存在感あるツツジさんでした。いやー、よかった。僕が頼んだので、ちょっとね、2400円でちょっとね、お値段張りますが、ちょっと自分へのご褒美として皆さん行ってみてください。普通のそばはね、もう1000円ちょっとで食べれますんでね、気になる方はぜひ行ってみてください。ではね、今回ですけども、富士宮市井の頭にありました古民家そばのね、三つ葉つつじさんの家でした。コパム、いいお店を教えてくれてありがとう。と思った方、チャンネル登録高評価お願いします。では皆様、次の動画でお会いしましょう。コパムンでした。じゃあね、バイバイだー。